1P 側はエリアさんの委員長、 2P 側はカルラ。だいぶだいぶ、サツキと神よ、今日神が多いね。まずはカミューでアシスト牽制していくのはカルラ。黒玉設置してジャンプ防止、サツキを巻いていくのは委員長。相手の本を見てからか勝利を出してヘビーがガードされてしまう。一旦距離を離してダッシュで一気に近づくカルラ。本棚は当たってしまってお互いハグハグ、サツキが当たって昇竜で一気に近づいていく。ここでも本棚巻いて委員長不足のカルラと中段当たって、これ当てれば美味しいけど当たらない。本棚で削られる。はい、続いて2本目、委員長が1本取ってカルラ側、委員長本当わからないかね。ゲイザーガードされる。サツキも一緒に当たって本棚で一旦切り返す。もう一回画面端、サツキが収まるまで一旦待って本を巻いていく委員長。ヘビーまで繋いで下足でキシリカカン取ってニービーからゲイザー繋ぐ。割れて本棚を避けて避けて、避けが当たってそのまま消費繋げたかったがあっと言いながら相手にとどめ刺す。お互い1対1、ダッシュを見て本棚でアシストごと潰す。そのままダッシュで一気にくぐってカルラが攻める。何か当たったらまずいこの状況、ジャンプ B が当たってしまって本棚、下火回復しながらジャンシーで叩き落として、ここは投げる。ジャンシーカウンターからヘビーつないで、あーダッシュから3ゲージつないで勝ってたんじゃない。今はい、ただいまの勝負、エリアスさんの真ん中が勝利。続いてキューナさん対クロエ。身内合戦、アンチャ箱オロが多い中クロエが箱オロを殺すか、箱オロが処理するか。はい、まずは1本目、一気に攻めていくのは玉木、下へで暴れて雷をガードさせて攻めていくのは玉木じゃん。だったがコパンで暴れていくのはハコロ。アルル巻いてジャンエで落としたかったがそれはガードされる。ウルトリは巻きつつじりじり攻める玉木、相手のジャンプをアイアンですって持続当てをきっちりしている。立ち絵立ち絵と暴れ潰しをしっかりする玉木、暴れ潰しだってジャンパータッチで落として
疾風拳スカリネきっちり京都アイアンクロウルトリ巻いて釣りでした。大水決めて体力ドット相手のジャンプは空対空で A で落としてまずは頭木一本選手ウルトリ巻いて一気に攻めるのは頭木アルルを巻きつつきっちりジャンプアイアンで落とすタッチエスカシからジャイスイ決めてウルトリを回復させるためにでもアルルを警戒して走ったが引っかかってしまうアーマーにジャンシー当ててアーマー役に立ってないと周りからヤジが飛ぶこれ死んだんじゃないのはいそのまま黒への玉木勝利さすがガリバー代表はいで続きましてゼロンさん対エリアスさんいやクロエはアナルファッカーズ代表だからうんファッカーズ代表なんでだから拡散とまず出るからなうんうんファッカーズはい、1P 側エリアスさんの院長 2P 側がゼロさんのモルガンアシストはサスキとカミュそうかやってるよ、普通にやってるよはい、まず1本目頬を巻きながら弓矢で牽制していくモルガンこのモルガン絶対委員長とやったことないはずなんで特殊ジャンタッチシーンまで繋いでヘビーからパナシーは甘えたパナシーには押し置きもう動き見てたら分かるでしょやってないのはそのまま走り込みからタッチガードされてタッチ対空できっちり落とすジャンシーからヘビー繋いできっちりコンボを決めていく画面端を背負わしている真ん中も珍しい中段は長飛で暴れてコッパンで暴れられる真ん中じゃない真ん中じゃないモルガン天とこ B からサンゲージやりたいことやってるだけそのまま長飛をつないでモルガンその真ん中がそのまま2本選手では続いて決勝戦です。じゃあクロエ対エリアスさんえ真ん中玉木あのブレイブルーに占拠されて時間がかかったあの日はい 1P 側がエリアスさんの真ん中 2P 側クロエさんの玉木アシストはウルトリーとサツキさあ、ファッカーズ代表株式会社まずは1本目真ん中でサツキを巻いてウルトリーごと壊される頬を巻いていくのは真ん中サツキを巻いて相手を近寄らせないきっちりコッパン入れてアイアンまでつなぐワンコンで5000ウルトリは釣りだったそのまま投げて目の前のサツキが打ってくる
一気に近づいてくる玉木。ジャンシーカウンターからヘビー繋いで一旦距離を離す。キョーパイアン入れてジャンビースカッタつけちどっかで追ったが、まあ、そのままジャーマン決める。ホンダのスカッテジャイスイ決めてそのまま一本選手玉木。んー、ハッカーズ代表はい、まずそのまま画面端で決めてウルトリが空中ヒット、そのままアイアン繋いでジャンシー暴れから玉木を一旦画面端に持って端端にしてジャンエー体育、ジャンシーどんどん固めていくのは玉木、下火きちヒットバニー、ホンダの繋いでウルトリごとサツキで撃退。本投げ本投げと書物は投げ捨てるものだよね本当に。これもガーキャンで切り返して端端にはさせない、相手の甘えたジャンプも許さない。ジャンシーカウンターからまた超絶命だ、思ってたでしょもう。そのまま真中とやったことはないはずのクロヨが全員が優勝っていいんですかこれ。盛り上がってない優勝して、すいませんでした